さあ、めぐみチャンネルでございます。畑の中からお届けしております。さあ、今日も彼らのところに行きたいと思います。顔が来たーい。ずっとやっちゃかった俺。いやー、よかったこれ。マー君の夢が実現したこの一着、4月20日までの限定販売、概要欄から。もうわかるでしょうか、昨日の動画も上げてますからね。昨日の動画だと、昨日の23時59分にはトレンチをかけるというようなことをお話ししてましたからね。そのあたりを確認したいと思いますけど、はいはいはい。あら、トレンチはこれ1本目じゃないですか。これどういうことですかね。確か彼は昨日の23時59分からかけると言ってましたね。さあ、そのあたりも聞いていきたいと思います。ナイマペイジョンネルでーす。おはようございます。じゃないですか。いやいやいや、すいませんね。私もあれで、あれですよ、確か昨日の23時59分からトレンチャーかけてましたよね。うん、かけてます。かけて、ようやくここまで来ました。かけて300m ぐらい進みました、ね、あ、23時59分から、はい、これ1本目っぽいですけど、僕の見間違いじゃないですよね、これ。見間違いじゃないです、ね、1本目です。1本目で23時59分だから、はい、だから7、8時間かかって1本進んだと、はい、うん、0.001km ぐらいですかね、はい。あと1ヶ月かかります。本当ですね。はい、ということで、これがトレンチャーの1本目というような感じですかね。そうですね。記念すべき第一入党ですね。はい、はい、あ、よく覚えてましたね。はい、長いもので動画を見させてもらって。ああ、さすがでございます。はい、はい、そんなところでございまして、はい、はい、なんか今日あれですね、うん、いらない雨が朝降ってましたね。降りましたね、ちょっとね。そうですね、はい、お、そんなところでちょうど今、はい、アプローについて、ね、10m ぐらいで着くんですけど、はい、はいはい、まあ、クワの差し入れ、はい、うん、まあ、見れるかなと思います。そうですね、ちょうどいいところに行きました、はい、僕もね、はい、はい、よし、ではちょっと外の様子を撮っていきたいと思います。あ、了解ですよ。はい、はい、ということで、ちょうど今来たんですけども、トレンチャーを抜いて刺すところというところで、去年覚えてるでしょうかね、皆さん。はい、去年の感じご存知だと思うんであれなんですけども、まあ、こうやって1メートルぐらい、こういうトレンチャーといって、まあ、畑を耕す、掘削するというんですかね、をしております。はい、なかなかすごい絵ですよね。この1メーター下を耕すっていうのは、もうこのトレンチャーの特有のものですね。はい、さあ、上がりますよ。覚えてるでしょうか、1年ぶりのトレンチャー。はい、上がってきましたよ。なるほど、結構湿ってる感じはしますね、土が。下がります。はい、いい声かけですね、そういう。はい、下がりますってね。はい、はい、今年も大活躍ですね、 M110A グランダムということでございまして、さあ、やっぱでかいっすよね、このトレンチャーの。はいはいはい、すごい大きな機械です。はいはいはい、次はどこに行くのかな。バックにしまして、はい、クイクイクイッと、あ、倍速ターンですね、あの感じは。土屋の代名詞とも呼ばれている久保田の倍速ターン、そのうち多分案件来るじゃないですかね、久保田からの倍速ターンみたいな感じでね。どうもー、他のお前どういうテンション、どういうテンションですかそれ。はい、はい、こんな感じでやってるんですけど、はいはい、はい、これ川辺のトレンチャーです。川辺ですね、はい、また何年も登場してますけど。そうですね、はい、川辺のトレンチャーで72センチだ、はい、72センチ間隔で刃がついてます。はい、はい、長芋うち同じなんだけど、同じ川辺なんだけど、はい、長芋は1320、はい、1メーター32センチ、1メーター32センチと、はい、
で、ごぼうは72センチ。72センチということでね、はい、ということで同じカーベ使ってるんで、はい、刃も一緒です。これはい、刃も一緒ですね、うん、なのでまあどっち減ってきたらどっちも使えるんで、いいっすね、うん、いいですよ。やっぱり同じ機種使うっていうのは大事ですね。いいっすよね、幅だけ違うってことですもんね、うん、そうです、そうです、さすが持ってる枚数、刃は一緒、形はね、はい、でこんな感じ で、ね、まあ1メートル近く掘削していくんですけども、掘削って感じですよね、本当ね。そうですね、まさしくね、土の中掘って、まあ、全体的に肥料もそうだけど攪拌して、はい、土も柔らかくしていくんです。はいはいはい、はい、あ、ちょっと待ってください、今ちょっと気になったんですけど、はいはい、トレンチャーのこの掘削したところに肥料はある感じなんですか、はい、あ、もうありますよ。そうなんですか、ズバリ言うわよ、ズバリ言うわよ新企画、はい、これあ、はいはいはい、うん、昨日ね、はい、スジ君来た後に船、はい、切ったんですよ、ね、はいはい、肥料を落としてそこを、まあ、こういう風に梅土して、はい、でトレンチャー今かけてるっていう状況ですね。はー、なるほど、はい、なるほど、うん、まあ、半日でこの2工程で、はいはい、今日ようやくトレンチャーかけ始めれた。なるほどなるほど、はい、ところで、はい、そういうことですか。そうですね、で、まあ、全体にこう肥料がね土の中に削除っていうのかなって入るでしょ、はいはい、でその後また植える時にまた肥料入れるんですよ。あ、うん、なるほど、はい、ああ、そういうことか、ダブルなんですね。ダブルです、7割か8割ぐらい落として最初に、あ、はいはいはい、その後またごぼうを巻く時にも、はいはい、肥料とこの苦土重処理、はいはいはい、同じのを入れて、あ、そういうことなんですね。はい、そうなんですよ、2段階でやってるんですよね、あれで、まあまあトレンチャー終わったらこの種まきっすよね、うん、そうですね、あのシーダーテープの、はい、2日後ぐらいには巻けるかな、うんうん、うん、まあトレンチャー時間かかりますからね。そうですね、ちょっとかかりますね。あ、まあ1丁ぐらい、面積はね1丁ぐらいなんで、はい、まあ1日半ぐらい、うんうん、じゃあやれば終わるかなっていうぐらいで、うん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 、トレンチャーのスピード自体は 0.5キロ、 0.5 キロですからね、シンジ君が走るぐらいのスピードですね。うん、だとしたらちょっともうちょっとシンジ君頑張ってくれとちょっと待って、今日なんかちょっと今日ズーム、今日アゲアゲな感じですね、はい、あげあげです。あげあげですね。ついてきてくださいよ。そうですね。失礼しました。はい。ぐらいで行ってます。エンジン回転は、はい、2000回転。2000回転ですね。ヒーテオ回転は540回転。540回転の、うん、はい、でやってます。なるほどなるほど。うん、そっか、ね、そっか、はい。なるほどね。畝を切ってさらに、うん、種をまいて肥料も落とすと。そうですそうです。なるほどなるほど。はい、また勉強になりましたね、うん、はい、だごぼうとか、まあ、野菜はね、うん、結構工程多いかもしれないですね、ちょっとした、確かにね、うん、うんうんうん、ちょうどなんか虫に襲われてる、虫に人気者ですね、ちっちゃい小林にね、臭いのかな、うん、そうかもしれないですねそうですか、これは困った、これは困ったなまあまあそんな感じ、はい、俺ちょっと思ったんですけど、はい、去年よりちょっと梅土深めじゃないですか。梅土深めですかね、同じですよね。あ、同じっすか、はい、そうか、うん、なんかちょっと変えたのかなっていう気がしたんですけど、ゴロゴロ上がっちゃったからそう見えるかもしれない。あ、なんか、まあ濡れてましたよね。そうですね、本当にね、うん、今日も朝降ったし、いや、さっきも言ったけどね、困っちゃったから、困っちゃいますよね、うん、この天気。そうですね、できるだけゴロゴロ上げないようにとは思うんですけど、うん、無理でした。無理ですよね、うん、強制的に上がっちゃいましたね。いやでもちょっとやっぱ濡れてるなって感じが、トレンチャーかけた後もこの土のついてる感じもね、湿ってる感はあるね、まだね。そうですね、まあそうだよね、今年は多いと思いますよ。多いっすね、去年はパサパサだったけど、パサパサでしたけどね、今年は水分多いからちょっと爪の減りとかも早いかもしれない。ああ、うん、まあそうっすね、うん、そうかそうか、うん、まあでもその分風吹いても土飛ばないかなっていう、うんうんうん、まあ、があるから、そうっすね、去年はもうパッサパサのなんか、うん、なんか、ね、砂漠状態みたいな感じでしたよね。砂漠去年見たしょ、あれ、うん、うちの、はいはいはい、ね、砂浜みたいになってたし、なってました、うん、あれビートだか芋か、芋のとこだね、落花生の横のとこのあれ、うん、ね、あんな風には今年はならないんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、うん、そうっすね、虫いますね、なかなか人気者ですね我々。そうですね、人気、虫にもファンが、人気宇宙王です ね、 そうですね、本当にね、思っちゃいましたねそうですね、
はいはい、そんな感じで、あの第一ニュート行っちゃいますか。行っちゃいますか。はい、またちょっとかけながら、はい、まああれですね、トラクターの、お、すごいっすね、本当にすごいっすね、なかなかカメラに映ってないかもしれないですけど、すごいっすね、これすごいですね。はい、おし、じゃあニュートお願いします。そう、最初気をつけなきゃいけないのは、あ、はいはい、この上げた状態でピテを満開にしたらピテをやっぱりダメージ受けちゃうから、あ、確かに、すんごい、最初は優しく回してあげる、すごいあの角度ついてますもんね、はい、そうですね、これね、うん、はい、なので最初は優しく、なるほど、はい、はい、お米と一緒ですね、お米の炊き方、お米、お米と初めちょろちょろ中パッパン、なるほど、すごい、引き出し多いっすね、はい、私ね、増えましたよ、増えましたね、ちょっとお米はピンとこなかったんですけど、あ、本当ですか、なるほどなるほど、はい、ピンときましたよ、はい、はい、こんな感じでいきますから、はい、はい、お米方式と、はい、名付けましょうか、はい、ね、はい、はい、これから今年収納した1年目の方、はい、トレンチャーは初めちょろちょろ中バッファで、なるほど、はい、出ました、はい、これはもうこれでやれば間違いなく、はい、あの壊すことなくね、そうですね、はい、いきますねよしよし、じゃあ第一ニュートお願いします。これで壊れたらウケるよ、高め、でもバラバラだみたいなはい、さあ、お米スタイルということでちょっと僕もピンときてないんですけども、はい何でしたっけ、はじめちょろちょろ中パッパですかやっぱりピンとこないですよね、らしいですよ、はい、トレンチャーの入れ方、下げますから、はい、下げますよ、なるべくピンテオにスタートかからないように、はい、で、回ります、はい、はい、優しく回していきましたよ、土を撫でるように入っていきましたね、あ、はい、ゆっくりゆっくり入っていきましたよ、はい、そうですね、まだ角度ついてますんで、ゆっくりとゆっくりと、あのロアリンク、その下げるところもゆっくり下げてますね、はい、はい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 、そうなんですよ、これね、ギューンといきなり行っちゃうとね、土の抵抗ありますから、バキンって行っちゃったりするんですよね、あ、はい、優しく入れてますよ、はいはいはい、ちょっと回転上げましたね、下げながら回転を上げながらのこのテクニシャンの土屋、両手を使ってエンジン回転を上げる、下げる、そしてマックス、これでは OK です、あー、なるほど、うまい、さあ、そんなところで PTO を満開に回しました、はい、こんな感じで進んでいきますよ、はい、こんな感じですね、はい、はい、うん、で、今 GPS つないであります、あ、なるほどなるほど、ガイドはしてるけど GPS つないでますね、ダブルまっすぐ方式ですね、うん、です、はい、でたまに椅子とか、はいはい、畑の中に埋まってますんで、まあそうですね、その時は作業機クッと上げてやる、なるほどなるほど、うん、爪折れたりするんで、あ、はい、うん、なのでやっぱり乗ってないと、あ、そうですね、うん、そうですね、あれ、ここはトレンチャーかけたことあるところですか、はい、ありますね、ごぼうでも、ごぼうも来たことあるし、長芋も1回来た、あ、そうなんす、ね、うん、そうですね、ごぼうのイメージはないんで、長芋はね、うん、イメージあるんですけど、はい、本当家の裏っすよね、そうです、めちゃくちゃ楽です、ね、この辺に家ありますけど、この辺に、この辺に、ね、はい、この辺に、この辺に、ね、はい、この辺に家ありますから、はい、はい、そうっすね、ここ着いたらお昼ご飯だな、ああそうかもね、今11時過ぎだから、うん、ちょうどそんな時間ですね、はい、でも時期が来ましたね、いや来ましたよ、もう土をがっちりいじるね、うん、この時期、ね、うん、まあみんな周り見ても結構トレンチャー入ってる人、トレンチャー入ってますね、しますね、まさひこさんもやってるし、やってます、まさかずくも今日からやるような話、今日からやってるわ、で昨日朝から多分やってるね、会議で言ってたよね、うん、昨日の会議でね、だからそうだね、そうっすね、うん、始まりましたね、そうっすよ、競泳チームは割とこの早めのごぼうがあるから、うん、ごぼうスタートの人多いっすよね、そうですね、うん、時期は同じぐらいかもしれないっす、ね、そうっすね、はい、なるほどなるほど、だいたい映しますか、だいたい、いや、まあまあまあ機械周りは横ぐらいのトレンチャーかかっているところぐらいなんで、はい、なんかちょっと説明あれば、説明会、まあなんかやっぱり、うん、まあ僕は長芋はありますけど、ごぼうはないんで、はい、うん、あれなんですけど、うん、この
トレンチャーの後の形がこの筋状になっている、うん、あ、そうですね、うん、これは長芋と違うなって、うん、そうですね、思いますね、うん、